Station After 66 Junction。 3月5日火曜日、時刻は夜8時になりました。ラジコでお聞きの方も、ラジオでお聞きの方も、ごめんなさい、逆でした。こんばんは、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティは私ライムスター歌丸と、火曜パートナー TBS アナウンサーの宇垣美里です。この番組はカルチャーキュレーションプログラム、すなわち様々な面白を発見して紹介する文化的情報娯楽教養番組です。番組へのメッセージは歌丸 @tbs.co.jp、 歌丸 @tbs.co.jp までお送りください。さて早速いきましょう。今夜の特集はこちら、電線オブラブリターンズ by 石山蓮華 with 樋口真嗣、よいしょ。はい、ということでおよそ10ヶ月ぶりに電線愛を語りに登場してくださいました、電線愛好家で女優の石山蓮華さんです。いらっしゃいませ。はい、こんばんは、ご無沙汰しております。はい、なんとあの去年の4月10日の特集だったんで、うん、この番組始まってまだ、はい、本当2週目ぐらい、2週目とか、ね、2週目に何をやってるんだっていう。いや、もうこう電線を切ったり巻いたり切ったり巻いたり、本当にお世話になりました。こちらこそです。はい、いろいろ免疫がついた特集でございました。よかったです。そして、この番組は初登場となります。今夜は電線貢献人としてお越しいただきました、特撮界の巨匠樋口真嗣監督です。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。よろしくお願いします、ね、ということで、あの樋口さんもありがとうございます。貢献人として、貢献人なんで今日は、ね、告知も何もないんで今回。いやいやいや、でもちょっと後ほどね、ちょっと話題にしたいと思うんですけど、樋口さんがあるものをですね、スタジオ内にお持ち込みになられてて、ね、すごいですよね。僕はまさに今日この話を樋口さんに伺いたいという、その物の本物が来ると思わなかったので、やっぱこのこれを持ってくるぐらいしか今回ないんで。いや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 、大変貴重なとあるねものが置かれています。偉い物ですよね、これね。偉い物、これやっぱあれですか、やっぱレギさんから見てもそうですか、はい、これは。いやー、もうなんか見た瞬間に全おでこから汗が噴き出してしょうがないですね。うわ、これみたいな。もちろん電線文脈もそうですし、特撮文脈的にも、はい、僕ちょっとね、あの後ほど言いますけど、石山さんの DVD でお二人の対談で初めて知ることすごいあって、ね、ああっていう、ありがとうございます、はい、なのでちょっと後ほどその話も伺いたいと思います。では、石山さんと樋口さんのご紹介お願いします。はい、石山蓮華さん、女優タレント、現在日本テレビ系朝の情報番組 ZIP にレギュラー出演するなど、テレビラジオなどで活躍する傍ら、電線を目で来参することをライフワークとする電線愛好家としても活動中です。そして明日6日にはインターネット放送局ストラボ東京でご自身が出演する人気番組電線来参から生まれたオリジナル DVD が発売されることとなりました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、そしてこの番組初登場、樋口真嗣監督です。はい、樋口監督は1965年東京生まれの映画監督、特撮技術監督、1984年ゴジラで怪獣造形に携わることで映画界に入り、1995年にはガメラ大怪獣空中決戦で特撮技術監督を務め、日本アカデミー賞特別賞を受賞。他にもエヴァンゲリオンシリーズなど数多くのヒット映画に参加されています。主な監督作品はローレライ、日本沈没、進撃の巨人2部作、シン・ゴジラ、そして総監督を務めたアニメヒソネとマソタンが先日第22回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞を受賞されました。言わずと知れた現代日本特撮界の第一人者でいらっしゃいます。はい、いらっしゃいませということでございます。ということでまずね、あの石山さん、まず DVD 発売おめでとうございます。ありがとうございます。拝見いたしまして、 DVD 本当ありがとうございます。あのなんていうんですか、僕はもちろんその石山さんほどのね、はい、あの電線に対する、まあ、知識もですね、あのあれもまだまだ浅いんですけど、ただとにかく石山さんが、はい、前編にわたってこれほどまでに幸せに包まれた人間のですね姿を見る、はい、だからもう幸せになってやっぱ見てるうちに、あ、それ嬉しいです。本当に、いやもう本当、まあ一日中ずっともうこう電線だけをこう見ていて、まあ普段通りといえば普段通りなんですが、普段の行動をね、まあまあ普段の行動普段通りなんですけど、でもあんなに自分って上向きっぱなしだったんだなっていうのは、捉えると客観的に、はい、電線をね見続けて、またそのなんかレポートの時になんか時々、はい、入るなんかウヒヒとかなんか時々入る ねちょっとあれっていう感じのが、はい、まあ、いやまたいいんですよ。いやいいんです、本当も終始楽しかったです。はいはい、そしてその中で樋口真嗣監督とも対談されてて、そうなんです。これはその人選というのは樋口さんにお越しいただくというのは、これ石山さんの、そうですね、あの以前まあ餃子を食べる、まあ、餃子だけをひたすらにこうストイックに食べる会がありまして、そちらで初めてあの樋口さんにあのこうお会いした時に、ちょっと実は私電線 の同人誌を作ってますっていうので、名刺代わりに、はい、であのちゃんと1500円で買ってもらいまして、あ、なるほどなるほど、はい、そこからの
はい、あのご縁で。なるほど。樋口さん、そのね、いきなりその電線の同人誌こう出されて、どうお感じになったんですか。なんか俺に話し合わせて、無理に合わせてんじゃないかなと思って、いや、そんな無理しなくていいよって見たら、うわ、本物だって。嬉しかったです。これ、やっぱりその特撮における電線描写とか、そういうところで、やっぱもう樋口さん、どう考えても電線の、この人はあるに違いないという、その。やっぱりこう、まあ、ガメラとか、いろんなこう作品を見ていると、やっぱこれを撮ってらっしゃる方は、きっと電線は愛してらっしゃるんだろうなと思って、ぜひご覧いただきたいなと思って、はい、今日はちょっとその後ほどその話も、はい、あの伺いたいんです。だからあの、はい、この DVD の中で、はい、あの石山さんのことを樋口さんが、はい、あの後継者が電線愛の後継者、これやっぱり樋口さん的にその通り、やっぱりその電線とか電柱とかっていうのに対するこう思い入れっていうのは前から強かったんですか。まあ、そうですね。でもしかもですね、我々どっちかといえば実は電柱派なんですよ、あ、電線より電柱派、やっぱそのなんかこう電力系のものが好きなんです。その中でやっぱ電柱派なんですよ、はい、それ電線派なんですよ、電線派です。そこでね、若干そうなんですかね、はい、あの派閥が違うっていう、派閥が、ちょっと流派が違うところ、あ、そこ見るんだっていう、結構と束ねてるのを喜んだりっていうところはね、はい、僕らから見ても新鮮なんですよね。石山さんどっちかというとやっぱその生命感っていうか、はい、ね、その部分に燃えられてらっしゃるし、江口さんはやっぱり、はい、なんていうか都市っていうか、その都市の一部というかメカの一部的な発想ですかね。そうですね、ディティールアップしてるみたいな、そういうところがね、ああ、だから面白いですね。じゃあね、同じ電線でもね、いろんな形があるという、そうですね、中波電線波って初めて聞きました、ね、いろいろあるんですよ、それはね、ね、 鉄道の人だっていろいろあるわけだから、確かに確かに。で、その中で前回ね、お越しいただいた時、石山さんが、はい、頸椎から電線を生やしたいっていうことを ね、口走られておりましたけど、はい、今回 の DVD タイミングでなんとそれがついに実現ということで、そうなんです、あの夢をついに叶えました。頸椎から電線出しました。うわ、あのそれだけだと説明がなさすぎますから、すいません、撮影用に、まあ、ちょっと、はい、まあ、明らかに、まあ、広角機動体的なというかね。そうですね、広角機動で、あのもう、宇垣さんはあの、はい、セーラームーンお好きって、はい、あの幼少期からあの伺ってるんですけど、はい、私はあの草薙素子にずっとなりたかったんですよ、うんうん、でその草薙素子になりたい、やっぱり頸椎から電線の生えた女になりたいっていうのを、はい、今回、まあ、あのバンタンという、まあ、専門学校の皆さんに、うんうん、特殊メイクで、うんうん、あのご協力いただきまして、はい、でも使っているものはちゃんとホースとかじゃなくて本当の本物の電線で、はい、あの背中に電線の重みも、はい、こう感じられることができました。見事夢を叶えられていかがですか。いや、もう本当に電線を生やせる人生でよかったと思って疑似的であれね。いや、もう本当嬉しかったですね。もうこのまま本当は生きていきたいんですけど、あ、この状態でね、この状態でなかなか移動などもね、これはそうなんですよね、うん、やっぱりちょっと仕事もしにくいかなということで、まあ、特殊メイクだったんですけど、草薙素子もずっとつないでるわけじゃないですからね。そうなんですよね、やっぱりあの動き時は、まあ、あとあれを通じていろんなね、もうもっとこうあまねくこう存在するわけだからね、はい、そうなんです、そうなんです、そこまでいければね、そこまでやっぱりちょっと第2弾とかもしあったらやりたいです何を言ってるんだっていうね本当はそう言うべきなんでしょうけども、私はでもその面白い、とにかくこの DVD のね、はい、石山さんのそこまで含めたあの好き放題かっていうね、この感じが最高のビデオでございましたといったあたりで、お知らせの後改めまして、電線オブラブリターンズということで、お二人の電線愛大いに語っていただきたいと思います。突然ですが、ここからはクイズ電線でプッツンのコーナー。出題は女優にしてプロの電線愛好家の石山レンゲさんです。はい、石山レンゲです。皆さん、街の電線真っ黒なのって不思議ではありませんか。ねえ、不思議すぎて眠れないですよね。あんまり一応考えたことない、本当今答えが聞けなかったら死んでも死にきれないですよね。もう一生後悔しますよね。あ、まあ、今振られちゃったんでね。ねえ、いや、もう本当にそのお気持ちよくわかります。もう痛いほどわかります。話聞いてないじゃないか、はい、ということで、それでは問題です。電線が黒いのはなぜでしょうか。3択です。1、鳥や飛行機が認識しやすいため。2、日焼けによる劣化を防ぐため。3、夕焼け空に映えさせるため。次の3つのうち、これ樋口さんは正解ご存知なんですか。もちろんですよね。ああ、そう、常識、女は常識、そうですよね。そう
なんとなく、まあ、飛行機が見やすいためかなって私は思ってました、うん、僕はじゃあ2位 の、 その日焼けによる劣化を防ぐため、うん、ここ映えは誰も乗らない、映えのために、映えはだってその色他の色だって映えるだろうっていう、まあまあまあ、そうですね、ことも言えますからね、はい、じゃあ、監督、あのファイナルプッツンいただいてもよろしいでしょうか。え、3じゃないんですか。はい、ということで、はい、答えはデケ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 デン、2番、日焼けによる劣化を防ぐためでした。僕じゃないですか。そうじゃないかと思ったんだ。監督おかしいじゃないですか。ねえ、そっか、日焼けにどうなってる、はい、これどういうことですか。そうですね、あの、うん、電線ってこう、まあ、外にかけてあるものじゃないですか、うん、こう紫外線をガンガン浴びるんですよ、うん、でその紫外線でやっぱ電線ってこう劣化してしまうので、うんうん、そのこう劣化を防ぐためのこう、まあ、電線にとっての日焼け止めが、はい、黒いすすなんです。すす、はい、うんうんうん、カーボンブラックという素材なんですけど、はいはいはい、まあ、日光からの耐光性を高めるためにこう、まあ、黒いすすを入れているから電線は黒いんですよ、うんうん、なるほど。でまだあのこうちょっと いですか、この後もちろん、はい、うん、あの、まあ、景観配慮型にあのスカイグレーっていうケーブルがありまして、うんうん、はい、まあ、あの電柱のような、グレー、はい、あの、はい、艶消しの、はい、灰色なんですけれども、はいはい、こう目立たないようにするというか、はい、そうなんです、あの曇り空みたいな、うんうん、あのグレーということでスカイグレーという名前がついております、はい、それはその景観用ということはやっぱあまり目立たないようにするというような、そうですね、これ石山さん的にはやっぱり、まあ、いやもうちょっと主張してくださいよっていう、いやなんかもうけなげすぎて泣けてきちゃいますよね。そこにあるのにこう存在感を消してる感じ。いやいやいや、そんな、そうなんです、景観、まあ、配慮型でいうと、まあ、樋口さんのこうお好きなあの電柱でいうと、まあ、京都のポント町にはブラウンの電柱があったりとか、はいはい、ありますよね。映えないですね。そうなんです、映えないんですよ。映えない、中都市の主張がないんです、ないんですよ。ブラウン、ブラウンで要するにそのおしゃれに街に同化してるみたいな、ちょっといかがなものかと、ちょっと僕はねやっぱり、まあね、もうちょい電柱らしさがないですよね。京都コンビニもねブラウンだったりしますからね、うん、そうなんですね。それがちょっと電柱的にはちょっと映えねえなっていう、あららら、はい、ということであの指示でですね、もうあの適当なところでぶった切って先に進めろというね、まあ、まだあるんですけどね。まだまだ、でもちょっと伺いたいな、はい、まだある、あ、まだあります、ぜひぜひ、あ、いいですか。俺も聞きたい、はい、まあ、横浜の中華街には赤い電柱がございまして、うんうん、それはなんかおしゃれな感じ。あ、そうなんです、そうなんです。こう赤い電柱もこう全部電柱すべてを真っ赤に塗っているわけではなくて、そのあの横浜中華街の鳥居に合わせたあの高さぐらいまで真っ赤に塗ってあるんですよ、うんうん、あ、ちょうどこうやっぱりバランスよく見えるような、世界観がね綺麗に、そうなんだ、そうなんです。で、まあ、景観配慮型で、まあ、電柱もあるんですけど鉄塔でもそういう、こう景観配慮型の白いあの鉄塔が高円寺の方にあったりとかもするんですよ。はい。で、まあ、電線で言うと、そうですね、最近あの、まあ、室内用、屋内用のケーブルなんですけど、こう、ラメが入った色付きの、うんうん、こう、見せるケーブルっていうものも、うんうん、まさに映え用も、はい、映え用のケーブルもあったりするということで、うんうん、もう本当に奥が深い。なるほど。奥が深い。でも、電柱のその色付きとか、その鉄塔なんか、はい、これはもう完全に、樋口さんの領域ですよね。そうですね。やっぱ本当、環境配慮型って本当多いんですよ。山の中に入ると、ちょっとやっぱ、のこう木の色っていうか、ちょっとなんか昔みたいにグレーとかそういうのがあるんですけど、うんうん、僕はやっぱり、ね、やっぱり優作氏はもうちょっと異物としてドンってある方が、そうですね、よかったりするってことですかね。意外とね、統一感がなかったり、あと赤白のダンダラとかもあったりとか、それはそれで気持ち悪いっていうのも、はい、ということで、ね、こんなことをやってるとね、あの本編に一切入らないままあのキャッキャやって終わるって、これはこれでいいんですけどね、楽しいですよ、これまでいいんですけどね、はい、はい、ということで本題いってみましょう。今夜の特集はこちら、電線オブラブリターンズ by 石山レンゲ with 樋口真嗣。はい、ということで、電線をこよなく愛する女優石山レンゲさん、当番組では4月10日の火曜日、電線オブラブ特集と題し、電線愛を大いに語っていただきました。そして、11ヶ月というかね、経ちまして、石山レンゲさんが再び登場、で今度は言わずと知れた日本特撮界の巨匠シン・ゴジラでおなじみ、樋口真嗣監督も電線貢献人として登場ということでございます。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。後ほど本当にちょっと今日樋口さんにお持ちいただいた超貴重なとある、ね、とある物、これに関してやっぱり特撮と
電線、うん、特撮と電柱、この話ぜひ伺いたいと思います、はい、ということで、電線の解説いっぱいしていただきました。今回はこの後2部構成になってるんですね、はい。第1部は特撮界の巨匠に聞く映画における電線の役割効果とは、そして第2部、電線愛にあふれたお二人がおすすめするこの電線映画がすごい、うん、電線映画、電線映画とは電線映画あるんですよ。電線マンが主役とはそういうことじゃないんですよね。いや、そういうわけじゃなくて、そういうことじゃなくてですね、はい、この電線描写みたいなことなんでしょうかね、電線演出。さあ、ということでまず第1部いってみましょう。映画における電線の役割効果とは、ということで、はい。まあ、特に僕がやっぱイメージするのは特撮だと、確かに電線に例えばなんか引っかかってバチバチとか、それこそあの樋口さん関われた中でいうと、今パッと思いつくのとやっぱレギオンがガガラ2で、レギオンを止めるのにあの電線のあれでこう止めますよね、途中ね、あれとか、なんかいろんなこう背景としても使われるし、そういう具体的な道具として使われることもあるし、で結構あると思うんですけど、特撮映画やっぱり電線電柱、これは欠かせないものでしょうか。まあ、日本がそういう国なんで、日本の街とか本当今ね、やっぱ景観配慮ってもうどんどん電線地中に埋めちゃってますけど、やっぱり自分としてはやっぱりそこに電柱がある街の方が好きなんですよね、うんうん、単純にやっぱり景色として好きっていう、好きですね、やっぱり。ということは毎回その、ね、このご自分の作品でもやっぱり何かしら現代 の、 その日本が舞台であれば、やっぱり電柱は効果的に使うことするというような、効果的にっていうか、もうそれありきですよね。電線のあるところに自然とふーっと体が吸い寄せられていく、ロケハンとかしててもそういう感じですか。そうです、もう、なるほど。だから電線ないとつまんないね、ここって。もう、あ、そういう意味では今だいぶそのつまんない景色が、電線的にはつまんない景色が、そうですね、増えてきちゃってるっていうのもあると思いますけど、やっぱりじゃあ例えばシン・ゴジラ、ね、この DVD の、はい、DVD の中でも、あの聖地巡りされてましたけど、はい、やっぱこう怪獣のこう進行ルートとかもやっぱりその景色的に映える、そうですね、ところをやっぱ選んでっていう、最初は本当、まあ、わざわざ蒲田通るのっておかしいんで、地図で見ると、本来だったら品川に一直線でいいわけですよ、うんうんうん、そうすると電線がないんですよね。だから、そこまでしてやっぱり京浜運河とか八潮団地とかってあんまないんですよ、うんうんうん、やっぱり今綺麗な、はいはい、最近 の、 あの品川の、ね、うんうん、シーサイドとかないんですよ、うんうん、やっぱね、ちょっと電線どっかないかなっていくと、やっぱり蒲田あたり、蒲田大森からね、うんうん、青物市場とかで、あの辺が素晴らしいんですよ。そのあたりやっぱこう実際に巡られて、やっぱこっちだろうこれっていう風になったっていう、そうですね、そのキャッキャッキャウフフ の、あの電線ロケハン旅を見たかったんですけど、あ、楽しかったです。あの、まあ、私こう一人でそのこうお話しする前に、うんうん、そのまあ映画にシンゴジラにこう出てくるところを回ったんですけど、はい、うんうん、やっぱりこう蒲田エリアは電線はすごいこういい電線がたくさんありました。石山さんの目から見てね、はい、いい電線ってのはこう、そう、やっぱりこう個人的な意見ですけども、こう生命力があふれるというか、うん、こう街のこう雰囲気にこう、まあ、神経だし、もう血管だなっていうようなことがこう目で見てわかるような生きている線がたくさんあるなっていう、で生きている線でもこれ途中で切れてるから死んでるみたいな、もう生と死がもう混沌としてますよね、うんうん、電線の中に、うん、物語が、物語、うんうんうん、あの実際その例えばこうゴジラなりがこう入ってきて、電線が切れると、やっぱ街 の、 そのまさに目に見える形でライフラインが本当に切れるっていうか、だからそのあこうなんていうかな、本当に肉体的な感覚で、あ破れたとか、あ切れちゃったみたいな、なんか痛みを感じるというのかな、なんかそういう効果もあるのかなと思ったんですけど、ありますよ。ただ本当ね、やっぱりあのただの電柱じゃダメなんですよ。ただの電柱はダメ、やっぱぐしゃっとしてないとダメなんですよ。結局その、いろいろ継ぎ足したりとか、言っちゃえば秩序じゃな、秩序のように見えて、それでやっぱあのネットワークが張られてる秩序のように見えて、それがあまりにも複雑化すぎて、無秩序に見えるところに、なんだろう、面白さというか、そのなんだろうな、映像としてのなんか深みみたいのが出るんですよ、ね、もうなんていうか、やっぱ東京という街もそういう成り立ちですけど、勝手に生自動ですか、人々が生成してっちゃった街の、その累積がこう電柱という形に現れて、生き物のように見えてるんですよね。それであとあのお二人のこの DVD の中の対談で、はい、あ面白いなと思ったのは、と同時にその特撮において電線はすごくこうコスト的に、見せ場作りのコストにも大変いいというような話を、そうですね、安いんですよ、安い、これは要するにその建物とかを壊したりするよりもというの、安いです、安い、かつ効果的、特に先ほどね、褒めていただいたレギオン襲来の時に、はいはい、高圧鉄塔を
壊すんですけど、はい、その時に今まではパチパチとか火花だったんですよ、はいはい、どうしてもあの火花が嫌で、うん、やっぱりそのちょっとあの、まあ、電磁波を使う怪獣なんで、その共鳴して電線そのものが燃えてほしかったんですよ。どうしたらいいだろうっていろいろ考えたんですけど、一番いいのは撮影所にある200ボルトかなんかの 電流をそのままその実際の電線に通電するんですよ。そうすると中にものすごい高圧がかかるんで、被膜がブワッと燃えるんですよ。うわそうやって撮ってたんですかね、リアルなリアル電流だったんだ。そうなんですよね、やっぱ生きてるシーンなんだってこうお話伺って、これ、ね、レギオンのそのさ撮影シーンに西山さんいたらもうそっとしてるんじゃないですか。もういやもうそうですね、ビーンってもう通電もう、はいはい、溶けますね。さあそこでですね、まあ、特撮と電柱ということで、今日は実は、樋口真嗣さんに電柱のこのミニチュアです ね、これをお持ちいただいてますね、はい、ひゃー僕これこ あの DVD の対談を読んでこの由来を知ったので、うんうんうん、いやまあ、シャーなんですけど、改めて樋口さんからこれどういう電柱ミニチュアですか。うん、いやこれはですね、まあ我々ずっと、まあ、それこそ子供の頃見てた特撮映画からずっと電柱ってあってきたんですけど、はい、うんうん、やっぱ現実の電柱ってもっと複雑なのになってずっと思ってたんですよ、うんうん、でその時に1988年か9年ぐらいに、うんうん、あの消防庁の依頼で撮った、ね、PR 映画があったんですよ、うん、はい、太陽が引き裂かれた日、実はそれが私の最初の監督作なんですけど、 そうですね、はい、でそれの中で要は一緒になんだろう仕事をしてた原口智という後に、はい、ガメラの造形とか特殊造形ね、はい、やって特撮博物館とかでミニチュアの修復とかする、はいはい、まあ、本人ものすごいミニチュア愛のあふれた男であることをカミングアウトしたのがその作品だったんですよ、うんうん、それまでメイキャップの人だと思ってたら、特殊メイクでなんかこう人間が変形するとか、はい、なんか武さんの映画で断着とか、はい、そういう人だと思ってたら、はい、実は俺ミニチュア大好きなんだよってボンって持ってきたのが電柱だったんですよ。はい、でこれなんかそのさん、うん、でその元々の電柱そのものはもう多分ウルトラマンエースの頃に作られた東宝で作ったやつだったんですけど、はいはい、それにものすごい手を入れて、はい、本物の電柱ってこのぐらいでこういうのさカメラ前に置くといいよねみたいに言って、うんうんうん、来たと。それがこれですか。でそれのですね、はい、それの影響で作られて今原口さんが持ってるのがこれなんですけど、実はそれって、はい、その後あまりにも素晴らしいんで木箱に入って、はい、東映の特撮研究所とそれは全く別 の、はいはい、あの系列なんですけど、うんうん、そっちでしばらく使われてたんです、あまりにもその要は手前にそのミニチュアの手前に置いてちょっとこう、まあ、あのなめのねなめ用電柱っておっしゃってましたけど、お行のあまりにも出来がいいので使い回されてた、で使い回してるうちにあこういうのあった方がいいねって要はその僕らがやったその平成ガメラの時には、はい、もっと大きめのやつを作ろうとか、うんうんうん、そっからなんだろう あ電柱でミニチュアってなんか見栄え良くなるぞみたいな、あそうかミニチュアその全体のディテールアップしなくても手前にある電柱のディテールを細かくするだけでかなり違うと、全然見栄えが良くなる、ああ映えだ本当に、映えですね。あとあの樋口さんがこうデビューの中でおっしゃってることですごく印象深かったのはその電柱のテーパー、はい、あーテーパードテーパーを再現してるんだと見てください。テーパードそうなんですよ、テーパードこう下の太さと上の太さを見るとあの死んでみたいな感じのシュッと細くなってるんですね。あの上にかけて細くなってるんですよね、はいはい、電柱これはやっぱりその電柱派の樋口さんとしてはこのディテール、これはこれですよ、気づくかどうか分かんないですよ厳密に言えば、うん、あの日常で電柱を見てもこれなかなか気づけない部分ですよね。そうなんですよね、うん、でもいやここまで来たかと、あと意外と細いですよねやっぱね、そうですね、なんかやっぱりこう上のこうトランスとかいろんなこう、このねあのこう柱状機器がついてるのを支えてるのがこの細さのものなんだっていうのを、まあそのまあミニチュアのサイズで、うん見るとやっぱちょっとこうクラクラしますよね、うん、これはやっぱり石山さん的にも、はいはい、もう見事ないやもう本当に一日見てたいですよねでもこれ本当すごいですよね、本当すごいです。あのよく見るとこう、まあ、電柱自体にも少しこう汚しが、ねうんうん、こうあったりとか、はい、こう自在バンドがくっついていたりとかこう腕金がしっかりあったり、自在バンドこれ、はい、自在バンドくるっと回って、そうです、あの電柱をこうくるっと、はい、あの巻いてる配鉄の部品なんですけど、うん、それも結構こう多めにつけられてらっしゃったりとか、うんうん、あとなんかこの後ろの赤い線、これあのアース線だとは思うんですけど、うんうんうん、なんかそういうところも全部作られてたんだっていうのすごい感動しました ね。しかもそれをね最初にそのディテールアップしたものを作ってきたのがなんとその、まあ、僕ら誰でも名前してる原口さんだったっていうのは、うんうん、
それも知られざる話です、うん、ちなみにその消防署の長の PR 映画ってこれ普通は見れないやつなんですか、うん、立川でね、うん、立川に防災館っていうのが、はいはい、そこでしばらくやったんですけど、とにかくそれがねまだその阪神淡路大震災の前なんでなんか予測がすごい甘いんですよ。あ、なるほど。高速道路は壊れないとかですね、民衆は作ったんですよ、作ったんですけど、あの壊しちゃいけないみたいに言われて、うんうんうん、そういう予測は立ってないから。なるほど、なるほど。あ、ということで、うん、今オフィシャルでなかなか見ることはちょっとできない感じなんですかね。多分やってないんで、僕も確認してないです。ルーさんの手元にもないわけですか。うわー、これちょっといつか確認したいな、これ。それがね、ちょうどシンゴジラの最後、あの立川に臨時政府が映るじゃないですか、はいはいはい、屋上とかでロケしてたんですけど、はいはい、あれの隣がその防災館だったんですよ。偶然にも。うわーすごい近くだみたいな。キャリアが一回してそこにもう一回来たみたいな。やっぱ繋がってるんですよ。電線だけに。電線で繋がってるんですよ。何を言ってるんだっていうね。失礼いたしました。いやーでもやっぱりその今後はでもその特撮の、ね、はい、作品を皆さん見るときに特にミニチュアワークとかだとやっぱなめの手前の電線のディテール、ぜひ見ていただきたい。特に時代ごとのその変化、進化みたいなのを見ると、やっぱりそれも見えてくるっていう、そうですね、ことなんですかね。あと先ほどのやっぱりレイオンのあの電線の話は、まさに痺れました。ね、もう一回見たいってなりますね。そうですね。電流だ。もう打ち返ってすぐ見直しました。ありがとうございます。はい、さあ、といったあたりで、第2部いってみましょうかね。はい、さあ、第2部はこちらです。電線オブラブ。この電線映画がすごいということでございます。世の中に皆さん電線映画というジャンルがあるのかないのか、うん、これはもうアカデミー賞もねやっぱり電線部門これから多分あると思うんですよ ね、はい、これからできるかもしれないできると思います。ということでお二人、まあ、電線そしてまあもちろん映像作品明るいお二人、はいはい、ということで電線が効果的に表現されている作品、電線演出効果的もしくは電線の魅力がビンビンに伝導してくるこの作品、こちらをお勧めしていただきたいと思います。まず石山蓮華さんお願いします。はい、私石山蓮華がおすすめする電線映画は王立宇宙軍オネアミスの翼です。おお、これはまさに樋口さんも関われてますからね。若気、ま、の至りでございます。いやいや、何をおっしゃいます、いやいや、何をおっしゃいます。二十歳ですからね。そうです、はい、すごいことだな。ちょっと改めて宇垣さんから、はい、さん、はい、王立宇宙軍オネアミスの翼、1987年公開。90年代後半に新世紀エヴァンゲリオンで社会現象を巻き起こしたアニメ制作会社ガイナックス制作の SF アニメ映画です。架空の惑星にあるオネアミス王国を舞台に王立宇宙軍のシロツグが史上初の宇宙飛行士に志願し、仲間とともにロケット打ち上げを目指す作品。監督原案脚本は山賀博之さん、キャラクターデザインと作画監督はエヴァの貞本義行さん、そして助監督として樋口真嗣さんも参加されています。はい、ということは、まあもちろんね、はい、アニメーション史上に残るというか、うん、いやでもそうか、二十歳だったんですね。そうなんですね。監督の山川さんがだって23ですからね。すごい話とは思えないくらい、やっぱこう非常に渋いテーマの作品で、うん、まあその主人公ひろつが最初こう、はい、まあのんびりした感じの、うん、まあ戦闘機とかねこう、うん、飛行機乗りになることを諦めて、でも王立宇宙軍に入った、うん、白継がそのこう森本レオさんの声でこう、まあ、朴突な感じでね、うん、その一人語りから始まるんですけど、うん、もう何しろですね、うん、この作品は電柱と電線のデザインが本当に豊かなんですよ。これはですね、私オネアミス、はい、リアルタイムでももちろん拝見しておりますが、そこは今回改めてこのちょっとその場面の写真を見て改めて、うん、あ、こんなすごかったっけ電線で、ね、いや本当に素晴らしいんですよ。これは完全に電線もの電柱ものの仕事ですよね。誰がどう見ても絶対これはもう電線電柱を愛してる方が作られたんだろうなと思ったんですけど、うん、まあなぜかというと、うん、こう、まあ、電柱のこういろんな体調クランプとか、うん、まあ、部品があるんですが、うん、そういう部品に何だろうな、こう楽器のような、チェロとか、うん、ああいう、 こう弦楽器のようなこうシャンデリアのようなこう非常にこうたおやかで優雅な曲線が、うん、このグリーンってね、なんかまあちょっと楽器のようでもありというようなね、すごい素敵な曲線があったりと、なんかそのこうオネアミス王国っていうのがこうどこかにありそうだけどどこでもないような、こうまあレトロでオリエンタルなこう世界観なんですけど、そこのまあこう
ね、電柱電線ってどんなんだろうってきっと、うんうん、まあ、作ってらっしゃる方がすごく想像を広げて、うんうん、そしてあの人の生活を描くためにこう電線をしっかり描かれたんだろうなと思うんですよね、うんうん、これはやっぱり樋口さん、はい、もうまさにそのこだわりポイントというところですか。いやっていうか担当だったんで、はい、あの助監督3人いたんですけど、私がその設定と デザインとかの設定と、あの背景原図っていう背景に描くために、うん、その原図ってそのなんだろうな、うん、レイアウトを細かく書き起こすっていうか、うん、書き足していくっていう作業を誰かにしてもらうのを振り分ける担当だったんですよ、うん、でその時ね、あの渡部隆さんという後に、はい、アキラだったり広角機動隊だったり、はい、その辺の要はおしさんのパトレーバー2だったりが入ったのかな、はいはい、要はめんどくさいアニメって突然増えるんですよ、うん、そういうのめんどくさい背景がぐちゃぐちゃしてたり、うん、パイプがこんなになってたりとか、はいはい、そのコードがこんなになってたりっていうやつの現図を一点になってるのは実はその人なんですよ、渡辺隆さんという、うん、それで、でその人にもう全部これお願いしたんですよ。なるほど。でもやっぱりその電柱のそのデザインとかこの曲、先ほどね石山さんおっしゃってた曲線美であるとか、そういったあたりをもうまさに樋口さんがこう指定して指定してっていうか、あの最初のイメージボードの中にこんな感じでお願いしますって、うん、そこからあとは膨らましてくれるわけですよ、うん、渡辺さんが、うん、はいはい、だこれとかね、いちいちデザイン これできますとかじゃないんですよ、もう。そうなんですね。これとかもほんと40ぐらいに奥にガーッとこうなんか、うんうん、うん、駅のこれ駅だあ、そうです、あのこれは線路で、うんうん、あのアクションのシーンなんですけど、こう夕日を背景にすごい綺麗ですよね、うんうん、こんなに電線が、はい、こんなに電柱というか電線が印象的に描かれた絵も、うん、絵というか映像というか映像作品珍しい、ね、いやもう本当に珍しいと思います。でそのこう世界、まあ、お悩み総王国の中で、うん、そのこう都市部と郊外、うんうん、まあ、あと路面電車のあるシーン、うん、いろんなこう電線が、うん、その場面ごとに楽しめるっていうのも、これなかなかない作品なんじゃないかなと思って、うん、まさにその樋口さんが意図された部分ですか。今意図というか、いや監督がこういうのがいい、監督がやっぱりそのいろんな資料写真とか持ってきて、うんうんうん、こういうのがいいなっていうところで全部探り探りやってったんで、うんうんうん、このね、その、登場人物のこの煽りのショットで、はい、これわざわざやっぱり普通この絵を描くのに時にわざわざこんなに電柱入れないでしょっていう、そうなんです、これもうあの殺し屋からあの逃げているすごいこう緊迫感のあるシーンなんですけど、うんうん、しっかりこう電柱と電線を描いてらっしゃるんです。ちなみにこのカットあれですか、うん、一番中でその暗殺者のババアに追いかけ回される、うんうん、ここはあれなんですよ、正幸というその後のエヴァンゲリオンの監督がやってる、あ、そっか、監督の何人かの一人であれです、もう本当、でもそのやっぱ入り組んだストリートの感じっていうのをやっぱりこの電線も動くからの流れで画面の流れで見えるからよりダイナミックに見えるっていうのもあるのかな。ありますね、やっぱりこう、そのまあアニメの中でこうより立体感をこう画面に出すのがこう電線のいい仕事だなと思って、今ちょっと ここの資料にあるこちらは、路面電車が走っている夕焼けのシーンなんですけれど、こうまあ、路面電車海外に結構こう通ってるところってここまで線が複層してることは実際はないんですけど、でもやっぱりこう過剰にというか、まああのこうたくさん線を盛ることでよりなんだろうな、こうまあなんか胸キュンの感じが出てくるなっていうのを感じますね。未来都市感がありますよね。未来都市なんだけど同時にここに何年も人が暮らしてきて、でその暮らしを重ねるうちにこうなっちゃったっていう、その地層感っていうんですかね。そうですね。なんかマルチレイヤーな感じっていうのが今で言うと、こう実際のこう東京でもこう、まあ、電線はスクラップ&ビルドのこの街の象徴だよなっていうのをこうまあ、あの創作の世界でも感じられるっていうのがいいなと思いますね、うんうん、はい、はい、ということでお悩み師の翼、ね、はい、まさに樋口さんありがとうございました。はい、はい、さあということで続きまして樋口さんがおすすめする、電線映画なんでしょうか。私はですね、市川崑さんの幸福っていう、そうきましたか、はい、もう片やアニメだったら片や実写かなと思った時に、はい、うんうん、まあ、もちろんね、例えばシンゴジラすごくやっぱり市川崑たちすごくあるなというような作品でもありましたけど、あの幸福僕ももちろん拝見はしてますが、してますが、あれ電線ってでどういうことだろうってなってるんで、ぜひちょっとご解説を。やっぱりあの市川崑さんって基本的にちょっと昔の時代の映画、まあ、あの横溝静止物を含めてそういうのが多いんですけど、珍しく現代劇なんですね、で当時としても本当は市川崑さんが現代劇撮るっていうのはすごく、はい、うん、
どんなに最近でもやっぱその大正だったり昭和初期だったり、はい、そういうちょっと時代がかった、それが何だろう、そこをスタイリッシュに描くっていうことが多かった中で、うんうんうん、現代の東京どう切り取るんだろうと思って見に行ったら、うんうんはい、まあその下町なんだろう、水戸街道とかね、うんうん、北千住あたりの、はいはい、水戸街道あたりの風景なんですけども、うんはい、そこものすごい望遠で、はい、最初の殺人があるんですけど、うんうん、その最初の殺人の現場がそういうなんか交通の往来が多い、はい、そのなんか国道沿いだっていう、うんうんまあ、音があって聞こえないっていうところがあるんですけど、はい、圧倒的な音とその車列と一緒に、うんうん、その前電線がバーッと張り巡らされてそれが動い揺れてるんですよ、電線だったりその何ですか、うん、あの信号だったりとか、はい、もうそれを見た時にあ市川崑のフェティシズムは現代でこれを切り取るんだっていうのはねやっぱり、うんうん、そうかもうゾクゾクしてもう電線のあるその街の景色っていうのの切り取り方が、はい、やっぱその市川崑の多分東京の目線というか、そういうのを表してるというかそうです、ね、感じなんですかね、あそうかそんなショットがあったか、すごいかっこいいですよね、これ石山さんご覧になって、はい、拝見しました、いかがでしたか、いやなんかそのこうあのねこう銀のこしっていう、うん、あの映像のね、うん、こう撮り方で撮られてるそれがやっぱりこう、まあね、バラックのこうシーンとかも出てくるんですけど、ね、それにすっごくこうよくあって、うん、いや私こういう世界が好きなんだよっていうようなその昭和 の、 あのこう電線のたくさんあるような景色が出てきて、うん、その中でこう幸福っていうのは結構、うん、あのね、なんだろう、こう、まあ、殺人があったりとかこう家庭の問題があったりとか、うん、こう社会的な作品なんですけど、やっぱ電線があるってかっこいいなっていう、明らかにも市川崑のそのショットは、はい、やっぱ電線こうやって入れるとかっこよくねっていう、間違いなく、そうなんですよ、間違いなく、もう見てもそこにビンビンなかっこよさを感じているというショットです、ね、だから東京オリンピックの冒頭のあのモンタージュにも通ずる、はい、要は現代の東京がどんどんそれこそスクラップビルドされてる、はいはいはい、瞬間のモンタージュと、うんうん、似てるんですね。あなるほど、あだから彼から見ると東京ってこう見えてるんだっていう、うんうんうん、なるほどね、そういう意味でシン・ゴジラも僕はやっぱ東京映画としてすごい、ありがとうございます、その好きなところがあって、だからあのゴジラがこう、まあ、焼いちゃうとこで泣いちゃって、要するにあの故郷だからあーって東京がっていう、だからなんかそのなんかおっしゃられてるようなその街に対する目線というのかな、それがすごくこうそういうなんていうか怪獣映画ではあったりとか、まあ、刑事ものもいいけど、なんか大事なんだなってすごく今日お話伺っててすごく感じられたあたりですね、はい、ということでね、もうあっという間に、あっという間でしたね、2人の熱量が、うん、しかもお二人それぞれフィールド違う中でのね、プレゼンですからね、本当にありがとうございます、相乗効果がすごかったというあたりで、石山さんの改めてこの電線、はい、電線 DVD、はい、どういう DVD なのか改めてご紹介お願いします、はい、こう石山蓮華の電線雷散という、DVD なんですが、4部構成になっておりまして、探そう話そう学ぼうつながろうということで、私が一番住みたい街下高井戸のこう電線を探すところから、うん、樋口さんとのこう電線対談、うん、古川電機工業株式会社さんのこう工場見学、そして電線を決意から出すというプロジェクト、はい、みっちりやってるんですが、企画出演でやらせていただいております、はい、ね、やりたい放題やりたい放題やらせてもらいました。人間はここまで人間は望みを叶えられるものが出かけるの、本当に生きててよかったです。その電線のね、その会社のところ行って質問しまくるのも、はいはい、会社の人が引いてるじゃないですか。いやそうですね、でも本当にこう皆さん優しくこうお答えいただいて、うん、社食もいただいたりとかしてすごい楽しかったです、ね、はい、全編取り下ろし DVD 石山蓮華の電線雷散はアミューズソフトより定価3800円で明日6日に発売されるということです、はい、そして、イベントもあると。そうなんです、来週3月11日月曜日に DVD 発売記念のトークショーと、特典お渡し会というのをやります、うん、で、トークショーのゲストには団地マニアで工場萌えの、著者としても知られるライターの大山健さんをお迎えいたします、うん、でですね、会場は HMV&BOOKS 渋谷6階のところで、まあ、DVD をご購入ご予約された方限定なので、うん、DVD を
買っていただくと、だから、ただっていうことで、ね、そうなんですよ、あの実質ただでトークショーが聞けるという、そうなんです、この番組に品質するワード、実質ただ、実質ただです、そうなんです、はい、実質ただのめちゃくちゃいいイベントなんですけど、今、なんと、30人のキャパのところに、6人しか予約が来てないんです、そんなバカな話がありますか、うん、これはでも、今日のお話聞いた人は、もうこれは、ね、駆けつけるんじゃないですか、これは。もう駆けつけてほしいですね。ね、今のところ、うん、UNO やるとか、ピザパーティーするみたいな、そんな感じになっちゃうので。友達と集まったみたいなね。そうですね。はい、なので、ぜひちょっと、はい、ね、でもこれちょっと聞いたら、すごく今日は皆さん、興味惹かれたと思いますので。ね、そうですね。オネアミスの、こう、まだ話したいこととか、いろいろあるので、うん、ぜひ聞きに来てください。はい、詳しくは、HMV& ブックスのオンラインサイトをご覧いただけるといいということです。はい、はい、お願いします。11日月曜、何時からですか？19時、夜7時からでございます。うん、はい。はい、あと樋口さん何かありますか。いや心の準備が心の準備が、いや告知する、そうですね、今月31日に、はい、ただ岐阜なんでね、これ、うん、全然大丈夫です、大丈夫です、岐阜の鏡ヶ原にね、航空宇宙博物館というのは最近リニューアルされて、はいはい、これもタダなんですよ。お、ね、そこで、トークショーみたいなのやる、うん、はい、あのヒトネとマサタン、先ほど紹介していただいて、以前も紹介して、ありがとうございます。いいね、いいで、それのなんかメイキングというか、それのなんか舞台裏みたいなのをなんか私ピンで話さなきゃいけなくて、いやいやいや、他の人たちが全員ゲストが全員宇宙飛行士で、俺だけ宇宙飛んでないで。でもね、なかなか聞けないね、その樋口、ね、さんの観点から見た宇宙飛行士さんのなんか質問とか、なんか多分相当おもろいんだろうなっていう。それしかもただで、ただです。ただ。中の展示もすごい。うんうん、中の展示もすごいんだよ、うん、航空宇宙博物館、博物館、はい、ぜひ、お近くの方、聞いてる方、ぜひ、いろんなあの地域の方これ聞いてますんで、うん、はい、行ってくださいということです。ということで本当に、最高でした。なんか、いいし、ちょっと樋口さん、これ後で、はい、これ写真撮らせてください。電柱の四方から、ね、写真撮らせて、電柱の写真撮らせていただきたいと思います、はいはい、ということで、今夜の特集、電線オブラブリターンズ、石山蓮華さん、そして樋口真嗣監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。明日水曜日の特集は、人気ブロガー三角締めさんによる映画の中の好きな肉体特訓シーン特集です。なんだそれは。まあ、いやほら、特訓シーン絶対あるじゃん、でその特訓シーンによって本当にやってみたくなるやつあるじゃんみたいな、そういうそれが三角締めさんにはあるということだと思いますよ、多分、ね、未知数、そして来週、この後は来週火曜のメニュー紹介です。